者同士の戦いは連合軍が制した。さらにオーディンに従っていた源義経と弁慶が連合軍へと下る。次なる敵の防衛拠点を担っているのは妲己を慕う少女卑弥呼。連合軍は彼女の守りをどう攻略するのか。武田信玄は商会周隊を引き連れ卑弥呼の待つ拠点へと向かった。我らが崩すべき地は卑弥呼が守っておるそうじゃ。どう攻めるか各々意見はあるかね。正直策など不要と言いたいですね。相手はあの卑弥呼。行動を予想するのも馬鹿らしい相手です。まあ多少の不確定要素があるにしても私一人で十分事足ります。状況に合わせた戦術も得意ですからね。すごい自信じゃねえ。では周隊、おことはどうかね。本陣は要だ。うん、して以上だ。こっちは口数が少ないと来た。また個性的な将が揃ったね。申し上げます。お味方の先鋒部隊が敵軍と接触、交戦に入った模様です。やれやれ、奇戦を制されちゃったよ。では出るとするかね。とりあえず眼前の敵に当たるかね。紹介中隊頼んだよ。私は英才の誉れ高き将式だ。存分に期待してくれて構わない。俺が出る。うちが賢いとこ見せたる。妲己ちゃんがおらんでも一人でできるでんで。俺の力思い知る竜と化せ。消し取れ。食べないで。活躍を見せるとは随分な策士ですね。ゆくぞ。私を奮起させたかったのでしょう。敵は動こうとせんか。となればこっちから仕掛けちゃうかね。周隊は南より敵本陣を攻め立てよ。紹介は北へ回り込み後退した敵を撃つのじゃ。一応ご要望に従って差し上げます。ありがたく思ってくださいよ。敵本陣をつく。あの二人うまくやれるのかね。策の行方が心配になってきちゃったよ。あの敵の婦人、さては福兵がいるね。みんな不意をつかれんよう気をつけるんじゃよ。敵が来た。うちの狙い通りや。みんなしっかり頼むで。これで仕留める。狙いはわしかね。熱烈な歓迎、痛み入る。男と軍略を戦わせてみたくなったよ。力を排除しろ。さすがじゃねえ。無口なれど頼れる男、かっこいいよ。あっちゃー、伏兵はあかんかったか。やない、次の策の準備いくで。
見事だ。お前らしいな。敵をもっと引きつけない。みんなそーっと探すわ。そーっと。イエス。あの敵の動き何か怪しいな。あの場所か。ほう、紹介が何か見つけたようじゃねえ。消え。ここに伏兵を置いていたか。英才教育を受けた私に見抜けないとだ。なんだと？行こう。今こそ奮い立て。誇りある勝利のためにどこで負けちまうとは。次会った時覚悟しろよ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。子供騙しの策を潰しただけだ。この程度誇る気にもならない。さすがは紹介。機に望み変に応ずできる男じゃねえ。かっこいいよ。しゃあないな。最後の策、囲んで叩いて大作戦いったるで。兵に情勢なく、水に情景なし。軍略も柔軟にいかんとね。紹介、そのまま敵本陣を目指し背後より猛襲を。中隊は南側で待ち、火を見て攻撃じゃ。ここで策を変えるのか。思考の凝り固まった古い人間ではないよ。敵本陣正面で待つ。あなたこそ真の三国無双ですよ。おかしいな、なんで攻めてこんのやろ。待ちくたびれてまうわ。ふん、背後の私に気づかないとは愚かだな。今だ、攻め立ててやれ。何？後ろから敵って、そんなん聞いてへん。敵が投入したぞ。今だ。うまくいったようじゃね。わしの軍略今日も冴えとるよ。このままじゃやられてまう。みんなもう作戦はなしや。本陣に戻ってきて。勝利まであと一押し。油断せずに行くんじゃよ。うちの作戦台無しにしよって。もう許せへん。いてもうたる。ひざまずかせてやったぞ。見事だ。お前らしい。分かった。ガクちゃん、ごめんな。大事な場所守れんかった。おことたちの働き見事じゃったよ。これでユグドラシルへ一歩近づけたかね。卑弥呼が撤退して敵は浮き足立っている。無事なんとかなったね。紹介に集隊、おことたちの活躍のおかげじゃよ。まずは紹介、状況を読み策に固執せず最良の判断をする。臨機応変の妙味を合わせてもらったよ。
そして周隊、敵の本陣を脅かし味方の本陣を守る。まさに孫悟の柱にふさわしき働きじゃったね。私への賛辞に言葉を惜しむ必要はないですよ。信玄殿の采配と周隊殿の部を生かせたのもこの正式の際あってのことですから。信玄殿も見事だった。うん、一時はどうなることかと気をもんだが、役目は無事果たせたようじゃね。さて他の部隊もうまくやっておればいいが。うまくいっこれでいい。